バート・メルゲント・ハイム、バット・マーシャ・デュールは、ドイツ・ビュルテンベルク州北部のマインタウバーグンに属す、都市。ビュルツブルグの南西約 35km、ハイルブロンの北東約 56km にあたり、バーデン・ビュルテンベルク州成立前は、ビュルテンベルク最北の都市であった。バート・メルゲント・ハイムは現在、ベルト・ハイムに次ぐマインタウバーグン、第二の都市であり、中級中心都市となっている。 バート・メルゲントハイムは1058年に初めて記録され、1526年から1809年までドイツ騎士団の本部所在地であった。この都市は1926年に温泉地を示すバートの名称を1975年4月1日に大規模軍都市の称号を獲得した。バート・メルゲントハイムはアッサムシタとイガースハイムと共に 行政共同体を形成している。バート・メルゲントハイムは、タウバー側にバルバフ派側が合流する付近に位置する。中核区は、タウバー側に直接面し、地域の大部分が、タウバー側の渓谷あるいはその横谷に位置している。以下の市町村が、バート・メルゲントハイム市と境を接する。被災は、西から時計回りの順である。バート・メルゲントハイムは、 中核区のバート・メルゲント・ハイム区のほか13区からなる。各市区にはそれぞれに付属する小集落を含んでいる。マルケルスハイム人口は2004年3月31日、現在の数値である。バート・メルゲント・ハイムは、ハイルブロンを上級中心とする、ハイルブロン・フランケン地区の中級中心都市の一つである。中級中心としての管轄地域は、マインタウバーグ南部、 すなわちアホルン、アッサムスタット、ボックスベルク、クレーグリンゲン、イガースハイム、ニーダーシュテッテン、バイカースハイムである。バート・メルゲントハイムのドイツ騎士団女メルゲントハイムは、1058年にメルジンテムとして、初めて文献に記録されている。1280年、ロドリンゲン公ハ判によって、この入植地に関税権が認められた。 ドイツ騎士団総長ボルフガングフォンネレンブルクの西岸に基づき皇帝ルートビヒヨンセリは1340年7月2日にメルゲントハイムに都市圏を授けた。1526年から1809年までメルゲントハイムはドイツ騎士団の本部所在地、すなわち総長の所在地であった。1809年以降この都市はビュルテンベルク王国に属した。 そしてこの年にメルゲントハイムはオーバーアムトの所在地となった。1826年に光線が発見され、これによりメルゲントハイムは温泉都市として発展していった。1926年にメルゲントハイムにバートの称号が与えられた。1938年、オーバーアムトメルゲントハイムはメルゲントハイム軍に移行した。 オーバーアムとメルゲントハイムのシルシバーとメルゲントハイムのシナゴーグは1938年10月9日から10日の迫害行動により蹂躙され破壊された。また、例えばバーンホーフ通りのスプリングマンクツ店のショーウィンドウは国家社会主義自動車軍団や突撃隊の構成員によって粉砕された。何人かのユダヤ人が保護拘束された。 1978年にプロテスタント教会組織の建物にこの事件の記念プレートが設置された。セーベルンハルト実家学校の中庭にも犠牲者を追悼するプレートが設けられている。1945年の第二次世界大戦後、バート・メルゲントハイムはアメリカの管理地域に入った。アメリカ軍事業西部はディスプラストパーソンを収容するためのキャンプを設けた。 収容された難民の多くはリトアニアからの人々であった。バートメルゲントハイム軍は1973年1月1日の軍域再編により新設されたマインタウバー軍の一部となった。これにより、バートメルゲントハイムは軍庁所在地の地位を失い、タウバービショフスハイムが優位となった。1972年からの市町村再編によって、 それまで独立した自治体であった13の町村が、バーとメルゲントハイムに合併した。その結果、バーとメルゲントハイムの人口は1975年に2万人を突破した。市当局は大規模軍都市への昇格を申請し、バーデンビュルテンベルク州当局は1975年4月1日に、これを発行させた。1962年から1993年まで、 この都市には、ドイツ連邦軍第36戦車旅団、マインフランケンの中東地であった。バート・メルゲントハイム城内教会、バート・メルゲントハイムの地域は最初ビュルツブルグ市教区に属していた。宗教改革は当初は影響を及ぼさなかったが、スウェーデンが支配した時代にルター派の信仰が広まり、カトリックの教区はプロテスタントのそれに置き換えられた。礼拝は最初は、 ヨハネ教会で、後にマリア教会で行われた。カトリックの礼拝も城内教会で続けられた。ドイツ騎士団総長の期間後この都市は、ほぼ完全に再度カトリック化された。この際ビュルツブルグ市教区に服したが、ビュルテンベルク王国への移行後、1814年にエルバンゲン司教僧大陸の一部となり、1821年から1827年の間に、 ロッテンブルク市教区に属すこととなった。バート・メルゲントハイムは主席主催所在地となった。現在市内の教区組織は2つの主牧グループに分けられる。グループ 1A には、アプフェルバホ派聖グムベルト教会、バート・メルゲントハイム先礼者聖ヨハネ教会と、エーデルフィンゲンの支部教会、レッフェルシテル先生三味一体教会、マルケルスハイムの聖キリアン教会が属す。 グループ1ビットには、ストゥッパハマリア大観教会、レンガースハウゼンセイレオンハルト教会、ライバッハセイピウス支部教会、バハバッハセイゲオルク教会、ロートセイペテロパウロ教会、ハハテルマリア非正天支部教会。かつて、バーデン領であったダインバッハには1900年に建造されたネオンゴシック様式のカトリックの礼拝堂がある。ダインバッハの教区民は、バーデンの隣接教区、 ウンターシュプフ教区に属し、フライブルク大使教区に属す。アルトハウゼン、ノインキルヒエン、ヘルプストハウゼンは、主にプロテスタントの宿である。ビュルテンベルクへの移行後、バート・メルゲントハイムにプロテスタント組織が再び起こった。彼らは1815年に旧地教会で礼拝を行っている。この組織は1825年に独自の教区となった。この組織は、 はじめプロテスタントのビュルテンベルク地方協会の一員であった。バート・メルゲントハイムは当時行政上はオーバーアムト所在地であったが協会運営を司る教区監督官事務所はバイカースハイムにあった。バート・メルゲントハイムは現在もバイカースハイム協会管区に属している。バート・メルゲントハイムの中核宿以外にもアルトハウゼン、エーデルフィンゲン、 ヘルプストハウゼン、マルケルスハイム、ノインキルヒエン、バルバッハの各宿にそれぞれ独立したプロテスタント教会及び教会組織がある。バルバッハの教会は母テルオも管轄している。ダインバッハのプロテスタント教会は、現在もバーデンのプロテスタント地方協会に属している。二大キリスト教会のほか、バーとメルゲントハイムには自由協会も存在している。 セブンスデイアドベンチスト教会や1991年に設立された福音派自由教会がそれである。バート・メルゲントハイムには新シ,シト派教会の組織もある。この他にバハイ教の施設やアルトピーティスティシャーの組織もある。バート・メルゲントハイムには中世からユダヤ人がいた。彼らはドイツ騎士団によって定住を許され、その経済的関心を満たしていた。 20世紀前半には人口の約5%がユダヤ人であったが、これはドイツ帝国全体の平均を大きく上回る。国家社会主義者によるユダヤ人社会破壊の歴史はイギリスに亡命したがか、ヘルマン・フェッヒエンバッハの著書、メルゲントハイム最後のユダヤ人に衝実されている。以下のマチソンが、バート・メルゲントハイムに合併した。 特に記さないものはいずれもメルゲントハイム軍に属した。各時点での市域内の人口を以下に示す。値は推定値、国勢調査結果、各時点での州の統計局による公式な推計値である。人口推移、バーとメルゲントハイムは大規模軍都市として行政官区長官の管轄下にある。市町村を管轄する軍は単に法の管理を行うだけである。 これは他の軍所属市町村に比べて大きな自治権を有しているのである。バート・メルゲントハイムの市議会は33議席からなる。1998年にバート・メルゲントハイムで最初の青年議会の選挙が行われた。青年議会は14歳から19歳からの市民から2年ごとに14、議席中7議席が改選される。 1975年4月1日に大規模軍都市となって以後、この都市の市長の公式な名称は上級市長である。上級市長は8年ごとに選挙権を有する市民の直接選挙によって選出される。上級市長は5年ごとに改選される。市議会の議長も務める。第二次世界大戦後の市長を列記する。図柄、ガ銀字に、端から、端まで貫く黒い十字。 黒十字の中に細い金の十字。中央に金字で黒足を描いた小立上部の両隅にはそれぞれ6つの突起がある。傾いた赤い星。下部の両隅には五弁の赤い花。死の旗は赤から白である。この師匠は何百年もの伝統があり、1942年の文章記述録で公式に確定されている。 この首相にはドイツ騎士団総長の紋章であるホフホマイスター・クロイツが取り入れられている。星とバラはドイツ騎士団の守護聖人である聖母マリアの象徴である。死の旗は1967年4月17日にバーデンビュルテンベルク州内務省の許可を得た。バート・メルゲントハイムは以下の都市と姉妹友好都市協定を締結している。アウトバーン・バート・メルゲントハイムは 連邦アウトバーン A81 号、ビュルツブルグシュトットガルト線を利用してアクセスする。連邦道 C 駅は、連邦道 B19 号線及び B290 号線の駅である。この路線は2006年1月1日以降、ベストフランケン鉄道により運営されている。このタウバー鉄道は、ビュルツブルグ駅あるいは、クライルスハイム駅で、ドイツ鉄道に接続する。 しかし2004年以降定期運行は週末に制限されている。この路線は廃線の脅威にさらされている。ラインレッカー交通連盟に加盟するマインタウバー交通共同体の依頼で公共旅客交通は多くのバス路線を運行させている。マルケルスハイムはタウバー渓谷で評判の良いワイン町でバインゲルトナーマルケルスハイム EG の本社所在地である。 1940年代までは、バート・メルゲント・ハイムでも、ブドウ栽培が行われていた。バート・メルゲント・ハイムでのブドウ栽培は、戦争被害とそれに伴う手入れ不足、ブドウネアブラムシの繁殖や、資本不足などの理由で衰退した。以前のブドウ産の一部は後に、温泉施設の建設地となった。1826年、その後他にも光線が発見され、現在は、 ミネラルウォーターとして引用される泉が3つ、塩分を含む抑揚の泉が1つ利用されている。バート・メルゲントハイムでは、日刊誌として、ジュートプレッセの地方版である、タウバーツァイトが観光されている。これ以外の地方日刊誌には、フレンキシェナ・ハリヒテンのバート・メルゲントハイム版がある。ラジオトーンは、バート・メルゲントハイムに、第2スタジオを持ち、ローカルニュースを提供している。 エッフェルシュテルセン近郊のケッターバルト内9十4 7 0 1 4 9度3 0 3 0 n に南西ドイツ放送のテレビラジオ放送用の送信塔がある。対象エリアは主にマインタウバーグンとその周辺地域である。出力 10kW の超短波で一家のプログラムを放送している。SWR1 バーデンビュルテンベルク、SWR2、SWR3 SWR4 バーデンベルテンベルクおよび40ワットのダスディングと20キロワットのラジオトーンである。デジタルオーディオ放送の周波数ブロック12バイトでは、出力8キロワットで、南西デジタルラジオの地方プログラムが放送されている。テレビは、ダスエルステが第48チャンネルで放送している。バート・メルゲントハイムには、交渉人役場とシュトゥットガルト上級地方裁判所、 エルバンゲン地方裁判所管区に属属裁判所がある。また、タウバービショフスハイム税務所の出張所や、マインタウバー軍の出先機関もある。この町は、ロッテンブルクシュトットガル都市教区、メルゲントハイム首席司祭の所在地でもある。1990年代の半ばまで、バートメルゲントハイムは、ドイツ連邦軍の中屯地であり、第36戦車旅団や、 第12戦車部隊の一部が駐屯していた。2002年以降、バート・メルゲントハイムには、国際企業経営学を学ぶ、バーデン・ビュルテンベルクモース・バッハ・デュアーレ専門大学の、外郭施設であるバート・メルゲントハイムビジネススクールがある。また、この町には教授学や、教師育成のためのセミナーもある。バート・メルゲントハイムに所在する、一般科目教育の学校は、ギムナジウム一校、 実家学校1校、精神、身体障害者のための特殊学校1校、本家庭学校1校、基礎家庭、本家庭学校1校、基礎家庭学校4校である。これに加え、若年音楽学校と市民大学が1校ずつある。さらにバートメルゲントハイムには、マインタウバー軍が運営する職業学校センターがあり、企業経済、商業経済、家政学、 経済学の学校がある。情報工学、工学、経済学の3つのギムナジウムもこのセンターにある。この他の教育施設には、カトリックのセーベルンハルト基礎家庭学校、カトリックのセーベルンハルト女子実家学校、バートメルゲントハイム夜間職業学校、バートメルゲントハイム教育センター内の物理療法の専門教育で、州内に知られたコルピング補修高等専門学校、 バート・メルゲントハイムカタリス病院付属の看護及び小児看護学校がある。バート・メルゲントハイムはロマンティック街道沿い、愛らしいタウバー渓谷の中心に位置している。私立文書館、私立図書館と中庭が形成する文化フォーラムはバート・メルゲントハイムの文化生活の理想的な基盤となっている。ここはギャラリー、コンサートホール、劇場などとして用いられている。 クワザ・アルバート・メルゲント・ハイムでは他の催しと共に演劇上演を行われる。シュテュッパ派の聖母ドイツ騎士団の上官1 9 9 6年に設けられたドイツ騎士団博物館はこの上官を本部とした騎士団の歴史を展示している。1574年にブラジウス・ベルバルトが建設したベルバルト階段と呼ばれる螺旋階段は特筆に値する。 博物館のコレクションでは、アルブレヒト・ドゥーベが作成したポーランド、クルマーラント地方にあるバート・レーデン城の1、50復元模型が見どころである。旧兵器庫にあるドイツ騎士団総長博物館は、制服、紋章、歴史文書で300年に及ぶドイツ騎士団総長の伝統を展示している。先礼者聖与羽聖堂の聖具室2階にある聖堂宝物博物館は、 ゴシック後期から現代に至る、天礼用の器や用具を展示している。母テルの旧長役場は、オトマール・メルゲンターラー記念館になっている。時計職人のオトマール・メルゲンターラーは1886年に、ライノタイプを発明した人物である。ライノタイプは、世界初の行中食器、活字駐造機で、これによりタイプライター風のキーボードで、 印刷機を操作することができるようになった。この博物館はメルゲンターラーの偉業に捧げられている。シュテュッパ派の教区教会には1519年にマテアス・グリューネバルトが描いたシュテュッパ派の聖母がある。この作品はドイツで最も重要な後期ゴシック絵画の一つとされている。バート・メルゲントハイムのマルクト広場。前景はツビリングスホイゼンと呼ばれる建物。 その奥の塔が先霊者聖ヨハネ協会の塔、ドイツ騎士団の上官とバロック様式のその、木内協会、先霊者聖ヨハネ協会、この町の象徴的建造物である特徴的な視聴者が見どころである。シュマルカルデン戦争以後、戦火を被っていない、この町は中世からバロック時代の様子を止めている。マテアス・グリューネバルトが描いた有名なシュトパ派の聖母は、 バート・メルゲントハイムから1607年に建設されたシュトッパ派の聖母マリアの大観協会へ1812年に移された。クアパルク18世紀に聖堂と木内協会の鐘が上律された。これはドイツ騎士団、総長マクシミリアン・フランツ・フォン・エスター・ライヒのウィーンへの教習を紛らすために両者を合わせてステファン大聖堂の鐘と似たような音になるようにしたものである。 現在も土曜日の15時頃の15分完了協会の鐘が強調して打ち鳴らされる。1990年6月12日にバートメルゲントハイムはルフトハンザドイツ航空のボーイング737の300の協力都市となり、それ以後この都市の名を冠した機体が運行している。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、 日本語版作成に際して直接参照してはおりません。ありがとうございます。